カタパルト。カタパルトは、艦艇、現代では主に航空母艦などから、航空機を射出するための機械である。また宇宙船や、ロボットなどを射出する装置も、カタパルトと呼ばれる。射出機とも呼ばれる。また、地上から滑走路を使わずに離陸する場合に使われる、動力付きの発射台も、カタパルトと呼ばれる。カタパルトには、火薬式、油圧式、空気式、 蒸気式、電磁式のものがある。開発初期の試作においては、スプリング式やフライホイール式が実験されたこともある。航空機が飛び立つための十分な長さの飛行甲板を持たない場合などに、カタパルトにより射出し、離陸速度を確保した。飛行甲板自体の長さが発艦に足りる長さであっても、カタパルトを合わせて利用することで、 甲板パン部により多くの航空機を並べて待機させ、作戦に同時投入することも可能となるメリットがある。現代のカタパルト付きの空母で運用されているジェット機、カッタバー機は重量があり、失速速度も高いので、カタパルトなしでの発艦は考慮されていない。航空機が発達し水蒸気が実用化された1920年代から、 軍艦に水蒸気を搭載し偵察、紹介に用いる動きが各国海軍で起こった。しかし当初は航行する艦上から水蒸気を発艦させる手段がなかったと艦を停止して水蒸気をデリックで水面に下ろす必要があった。この不便を解消するため、飛行艦板を持たない戦艦、巡洋艦の上から水蒸気を直接発艦させる手段として、カタパルトの研究が行われ、 数々の試作系を経て実用的なカタパルトが開発され、第二次世界大戦の始まった頃には、多くの戦艦、巡洋艦がカタパルトと水蒸気を装備するようになっていた。戦艦、巡洋艦など砲撃をその種目的とする艦の搭載水蒸気には、それ以外にも弾着観測という任務があり、大型艦の多くがカタパルトを搭載していた。このか、水蒸気を 多数乗せカタパルト発艦させる水蒸気母艦という専門の艦種も生まれた。また、潜水艦のような小型艦でもカタパルトを搭載すれば水蒸気の運用ができた。大日本帝国海軍では火薬式のカタパルトを巡洋艦以上の艦艇に搭載し、戦艦には弾着観測を目的としたニザ推定、水蒸偵察機を巡洋艦には 偵察を目的とした散々推定を搭載するという運用していたカタパルトを2機装備し格納庫が広かったヤマト型戦艦には両機種とも搭載された。また艦隊全体として偵察は巡洋艦の推定で行うこととし空母艦載機を偵察に積極的に用いることは後年まで行われなかった。なお階層で航空戦艦となった伊勢型戦艦では 22機の艦載機を、カタパルト2機を用いて1分間隔で射出する計画で、航空母艦の補助戦力として開発された旧輸、給油艦即、給においても、同様の火薬式カタパルトが装備された。しかし瞬間的に爆発的な加速を行う、火薬式カタパルトは機体及び、カタパルト本体への負が大きく連続射出や、魚雷装備など、 平層満載状態の観光の発信には不向きであり、火薬式に代わる、全備状態の艦載機の連続射出が可能な、カタパルトの開発にも失敗したため、大日本帝国海軍の航空母艦に、カタパルトは全く装備されなかった、空母、加賀には装備の準備として簡単に、溝が設けられたが、装備は実現しなかった。構造上圧作空気を多用する潜水艦では、 圧縮空気式のカタパルトが用いられ、400型多くの潜水艦で運用されていたが、水上艦艇では一部の艦艇に実験的に装備、されるに止まっていた。ドイツでは蒸気カタパルトの実用化に世界で初めて成功し、CM a シップに告示した大型水蒸気や飛行艇を運用するためのカタパルト艦を運用していた。イギリスでは、 小船を敵機の攻撃から守るために、小船に一機の陸上用戦闘機のみを発射可能なカタパルト一機を装備した CAM シップを建造した。CAM シップでは発艦した戦闘機は互換に帰還不能で、パイロットはしばしば死亡し、運用上の柔軟性もなかったことから、小船に簡易な飛行艦板を設けて空母上にした MAC シップの登場により姿をした。 MAC シップにはカタパルトは装備されなかった。アメリカ海軍におけるカタパルトの歴史に関しては事故で詳述する。第二次世界大戦終結後、対艦攻撃手段としての戦艦の手法はミサイルによって置き換えられて弾着観測の必要性がなくなり、また紹介には実用化されたヘリコプターを艦載機として搭載することカタパルトなしに、 巡洋艦や駆逐艦から直接発艦も着艦も可能となったため、艦載機はすべてヘリコプターとなり、空母以外の艦艇からカタパルトは急速に姿を消した。陸上においてもカタパルトを使用すれば、離陸用の滑走路が必要なくなる。他に、ゼロ距離発進という方法もあり、ゼロ距離発進にカタパルトを併用する場合もある。その場での着陸を必要としない場合、 カタパルトの使用は有効な手段になる。陸上におけるカタパルトの使用事例としては、第二次世界大戦中のドイツ空軍において V-1 飛行爆弾の地上発射に用いで実戦に使用されたほか、第二本帝国海軍の特攻機オー家の改良型、エンジンのジェットエンジン化、航続距離を幅延伸であるオー家43型の、 地上発信用に、千葉県三芳村の千温院や京都府比叡山、延暦寺カタパルトが設置されたがこちらは実戦には使用されなかった。ベトナム戦争では、南ベトナムに展開したアメリカ海兵隊、航空部隊が初期においてカタパルトを使用していた。で、アークロイヤルやイラストリアス級に装備された。そして、アメリカで多数建造され、イギリスに供与された。 護衛空母によって、有望と狩りを行い、朝鮮戦団を守った。この際にも小型の護衛空母で関西域を運用するのに、カタパルトが役立っている。アメリカ海軍は、空母の実用性を探るため実験的に改装されて、生まれたアメリカ最初の空母、ラングレーにおいて、火薬式カタパルトを装備しており、1922年11月18日に、世界で、 初めて空母からカパルトで発艦することに成功した。ただし空母用カタパルトとして実用的なものではなかったため1928年に撤去されており、ラングレー自身も1936年に水蒸気母艦に再度改装された。続く、歴ントン級にはフライホイールとクラッチを組み合わせたタイフ向きいカタパルトが装備されたが、このカタパルトは臨時に水蒸気を 飛行乾板上から発艦させる必要が生まれた時のためのであり、艦上機の発艦用ではなかった。で、レンジャーヨークタウン級に装備されたが、ヨークタウン級では太平洋戦争開戦後に低出力で実戦に不向きとして一旦撤去されている。実戦で実用性のある改良型油圧式型パルトが装備できたのは SX 級からであり、後に 海六回など大型の新型機を運用するようになった際にエンタープライズにも再装備された。エセックス級はカタパルト非搭載の空母に比べて迅速に多数の航空機を緊急発艦させることが可能であり、大型で重量の増した新型機の実用的な発艦も可能となった。ただし現在のカタパルトに比べれば低出力で連続使用の限界等もあり、 正規空母においては、すべての搭載機をカタパルトで射出することは不可能であったが、それでもカタパルト非搭載の日本海軍に比べて運用上の大きな利点となった。カタパルトさえあれば、多数の機体を甲板に出して短時間で全機を発艦可能になる。最初にカタパルトで射出可能な分だけ機体を発艦させれば、あとは甲板上に余裕が生じるため、残りの機体は 自力滑走で発艦可能になるからである。また小型、低速の空母であってもカタパルトを搭載すれば十分、実用になることも大きな利点であり、軽空母、護衛空母の大量建造と相まって戦局に大きく寄与した。空母用カタパルトを実用化できなかった、大日本帝国海軍のカタパルト非搭載の空母は、搭載機の離艦時は風上に向かって、 より高速で航行する必要があり、大出力機関また細長い艦型を要し、建造と運用上の制約となった。発艦距離を取るために甲板を長く使わざるを得ず、一度に甲板に並べることのできる機数は英米に比べ減少した。また新型機が実用化されても、その真下重量に対してより高い離陸速度を稼ぐ必要があるため、低速な正規空母や、 甲板の短い系空母、護衛空母では、新型機の運用が不可能で、旧型機を使い続けなければならないといった、不都合や、前日の風上航行などの準備作業が必要なこともあり、潜水艦などからの吸収を受けた際に航空機を迅速に緊急発艦させることも難しいために、護衛母というカテゴリーの空母を有効活用することができない結果を招いた。そして、 マリアナ沖海戦においては、風上高校どころか白地からの出港さえ、ままならぬ状態にあった日本空母は、白地内に停止したまま海戦前の航空訓練が行えず、搭乗員は、発着艦さえ、ままならぬ、連動不足に陥り、同海戦の敗因の一つだった。また、天山や流星のように、高速な正規空母であってすら、ロケット補助推進離陸。 ラトを用いないと、兵装満載状態で発艦不可能とされた機種もあった。日本軍のラトは、昭和19年頃に実験が完了し、その後は空母からの発進には、ラトが全面的に使用される予定であったが、すでにその時期には、戦局の悪化で空母が作戦行動できる状況ではなくなってり、実戦で使用されることはないまま終わっている。なお、ラトは、 全微状態の艦載機の滑走距離を数十メートル短縮させる効果はあったものの、使用に際して爆発的な閃光を発するため、夜間に使用する場合には敵に空母の位置を暴露してしまう欠点があり、この点でもカタパルトよりもフルであった。ドイツ海軍も空母、グラフツェッペリン用に空気式カタパルトと火薬式カタパルトの2種類を開発したが、 グラーフ・チェッペリン自体が未完成に終わった。イタリア海軍は空母・アキラに自国製カタパルトを搭載予定だったが未完成のまま空襲を受け自沈した。現代の航空母艦では第二次世界大戦後にイギリス海軍で考案されアメリカ海軍において実用化された蒸気カタパルトが主流である。莫大なエネルギーを取り出すことが可能で熱出力の 政権が事実上内に等しい原子力推進機関との組み合わせにより蒸気の第二次世界大戦当時の核形式の欠点の大部分を克服したものとなっている。蒸気型パルトは官邸推進機関のボイラーからの高圧水蒸気を圧力タンクに溜めておき航空機の発進時に一気にシリンダー内に導いてその圧力で内部のピストンを動かす。 ピストンはシャトルと一体であり、フライトデッキ状の溝に出ているシャトル頭部に航空機の全脚部をつなぎ強力な加速力を加える。カタパルトシリンダーの断面はアルファベットの C の形をしていて一部に隙間があり、この隙間を通じてピストンとシャトルが接続されている。シリンダーの隙間は蒸気の漏れをできる限り防ぐために隙間の両側から ゴム製シーリングが塞いでおり、ピストンとシャトルの接続部分だけがシーリングを押しのけている。ピストンとシャトルがシリンダーを走行するときはシーリングを押しのけ、擦れ合いながら移動するが、密閉が完全ではないために、カタパルトの使用時には蒸気が漏れているのがわかる。蒸気カタパルトは油圧式より高速で作動し、はるかに重い航空機も運用でき、 強力な加速が一度に加わる。火薬式よりも航空機への負担が少ないという利点があるが、配管が複雑になるという欠点がある。推進用機関のボイラーが蒸気式型パルトの装備を前提としていなかったエセックス級では、改装で蒸気式型パルトを装備した際に型パルトを連続使用すると蒸気の不足により、速力が低下した。 現代の原子力空母は十分な蒸気発生量があるため、カタパルト仕様による速力低下は一切ない。カタパルトの実用化初期には、それを利用する航空機に専用の牽引装置が備わっていなかったため、カタパルトのシャトルと航空機の主翼基部や胴体とを連結するブライドル、ブライドルイヤーと呼ばれる装具が使用されていた。空初期にはブライドルは 航空機の離カとと共に海面へと落下することで投棄される使い捨てであったが、やがてこの無駄を避けるために、カタパルトの前フライトデッキの端から突き出す形のブライドルレトリーバーと呼ばれるブライドル回収用の網が取り付けられた。2007年の現在ではほとんど全てのカタパルトを利用する航空機には、ブライドルに相当する専用のフックが全脚部に備わっているので、 ブライドルとブライドルレトリーバーは姿を消しつつある。現在、リニアモーターを利用する電磁式型パルトも開発中である。電磁式型パルトは技術的に難度が高く大量の電力も必要となるが、蒸気式よりもさらに航空機への負担が少なく機体寿命の長につながる。配管を必要としないため、管の構造が簡易で軽量になるという利点もある。 アメリカ海軍でジェラルド・アール・フォード急航空母艦に搭載された。中国は1990年代初めには蒸気カタパルトと電磁カタパルトシステムの開発作業を行っていることをいくつかの外国メディアが指摘している。オーストラリアの退役空母メルボルンをスクラップとして購入し備え付けられていた蒸気カタパルトを回収、研究したとされる。また、 ウクライナより二等日に建設中だったソ連製の蒸気式型パルトの技術を習得しているとロシアは推測している。さらにアメリカの大手防衛産業企業である L-3 コミュニケーションズの会社パワーパラゴンのエンジニアで中国系アメリカ人の地幕により電磁式型パルトの技術を入手したとされている。 2013年8月には、京場の中国海軍艦機基,基地の建設中の3番目の滑走路に2条のカタパルトらしき施設が衛星写真で確認されており、蒸気カタパルトではないかと、カナダ軍事専門誌、艦は、ディフェンデビューは推測している。また、2014年1月には中国が電磁式カタパルトの試験機テスト設備を建造していると発表されている。 2015年9月上旬には高村基地に電磁型パルトと蒸気型パルトと推測されるものの設置が開始された。また、同年11月に開催された中国国際工業博覧会では中国工程院による電磁式型パルトの方が公開された。2016年6月20日に補足された画像によると、 高層基地の試験設備において大きな進展が見られたことを示されている。同年10月17日から撮影された写真には、2つのカタパルトの背後に J-15、おそらく J-15A があったかつ後に中国のフォーラムにおいてカタパルト射出対応の J-15 が確認されたことなどから射出源が行われたことが示唆されている。 空母への実装は2015年から建造開始した002型空母に3条の蒸気式型パルトを装備するとされている。2013年から建造中の 001A 型空母にもアングルドデッキに1条の型パルトを装備すると情報もあるが詳細は不明。1978年にアークロイヤルが退役したことでイギリス海軍における 蒸気式カタパルトの運用はなくなった。後継航空母艦のインビンシブル級の収益時には、世界初の実用部位、エストール攻撃機であったハリアーの艦載機型である C ハリアーの実用化が済んでおり、固定翼艦載機を C ハリアーのみとしてストブル運用されることが決定済みであったため、カタパルトは装備されなかった。クイーン・エリザベス級では当初カタパルトの搭載が、 検討され、開発が進められていたが後に開発を破棄し、最終的に、カタパルト搭載そのものを中止している。水蒸気発艦用に、火薬式、空気式のカタパルトを開発、運用していた。空母用のカタパルトは、グラーフツェッペリンにて搭載されたが、空母自体は、未完成に終わった。空母装備の火薬式、空気式のカタパルトは、ジュー87及び、 BF-109T を射出可能で空気式の圧作空気充填は約4分程度とされている。ドイツ製水蒸気発汗用火薬式、空気式のカタパルトをベースに国産化し運用していた。空母、アキラはカタパルト搭載予定だったが、イタリアの降伏時完成しておらず、ドイツに接収後にグラーフ・チェッペリンからカタパルトを移植されるが結局、 未完成のままとなった。1980年代前半には、国会沿岸の先飛行実験センターに、蒸気カタパルトを含む陸上の発着シミュレートシステムを建設し、蒸気式カタパルトの開発が進められ、ほぼ実用化した。この蒸気、カタパルト、マヤークの試作型は、同施設に設置された。しかし、ソビエト連邦発の実質的な正規空母、 ソ連、ロシアは政治上の理由から航空母艦という用語を用いず、重航空巡洋艦と呼称しているアドミラルクズネツォフの建造においては蒸気式カタパルトにかかる大きなコストが問題視され、政治的判断でスキージャンプ台を用いたストバー運用で十分とされたためカタパルトは搭載されなかった。 次級売りやノフスクではカタパルトが搭載されることになったが、ソ連崩壊によるウクライナの独立により、資金供給は途絶え、建造中止により、スクラップとして解体された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。